花花の鉛筆が向かう月香と申します。今日は藤のお花とマーガレット、そして忘れな草を描きます。はい、藤のお花は紫とブルーをミックスして、意外とね簡単に仕上がりますので、描いてみたい方は参考になさってくださいね。はい、このようにちょんちょんと置いていただいた後、白だけを取ってその上をぼかすように置いていくと藤の花のイメージができていきます。4月の下旬から5月ゴールデンウィークにかけて一番美しく咲くマメ科の植物、藤のお花でございます。優雅でね、柔らかい印象のお花ですわ。そして下の方は、カタカナの葉をね描くようなイメージで下へ下へ描いていくと立派なね藤のお花ができていきます。はい、花言葉は、歓迎とか優しさとか決して離れないっていったようなね花言葉になってきます。はい、でこのお花の真ん中あたりに、イエロー、黄色ですね、黄色をちょこちょこっと、まあ、適当ではございますが入れると藤のお花さらに雰囲気が出てまいりますわ。で花の真ん中あたりに軸をこのようにしっかりとはわして、そのお花一つ一つをね結ぶっていう感じ、まあ、だいたいね葉ばっかりでもできないこともないんですが、まあ、私1年前も2年前も3年前もこの時期書いておりますので、参考になさる方はそのあたりもご覧いただいたらいいかと思います。昨今はね、アニメで大人気の鬼滅の刃でもねこの藤のお花が登場したということを聞きましたが、まあ、あいにく私あまり詳しくはないんですが、まあ、藤の花っていうのはねマメ科なんですが、レクチンという毒もあってね、悪魔を退治するとかっていうのも聞いたことがありましたわ。ちなみに万葉集じゃない枕草子ですね、枕草子では清少納言が色合い深し花房長く咲きたる藤の花松にかかりたるっていうね、そう言って呼んでますが、藤は、女性、松は男性っていうことで恋人同士が寄り添っているイメージの句ですね。はい、あと筆ペンで鶴を描けばなんとなくできました。こんな感じになります。はい、でねこちらは、晩春のその美しさにふと立ち止まり藤の花っていう、これは私が考えた句です。はい、そしてこれもでしたが、続いてマーガレットと忘れな草に参りましょう。このね藤を描いた絵の具そのまんまで、今から描くお花も楽しめるので、利用しようと思います。どちらも忘れな草もマーガレットも春のお花です。3月から6月ぐらいまで綺麗ですわ。はい、今マーガレット描いておりますが、キク科の植物です。純白で愛らしく、なんかね真珠っぽいんですけれども、春になると忘れな草もマーガレットも可愛いお花をねたくさんつけてくれます。花言葉は心に秘めた愛、シークレットラブですね、あと信頼とかっていうのが花言葉になります。はい、花芯をね入れるとさらに立体的なね雰囲気になって花らしくなってまいります。はい、あとは軸をこのように下へ下へはわしていただいて、はい、そして、葉っぱをね、なんていうのかな、こういう風にピンピンした葉っぱがついております。はい、続いて忘れな草ですが、これは紫花っていうお花にね属するものなんですけれども、かわいいね、まあ、透明感のある明るい空色のかわいいお花でございます。花芯が黄色で周りにちょこっと白が見えて、忘れな草のお花今綺麗ですわよ。花言葉はそのもので私を忘れないでとか真実の友情っていったようなのが
花言葉になります。はい、まあこういう風にするとちょっとね、額に入れても春らしい雰囲気が出ますわ。こんな感じです。はい、本日は藤のお花と、そして、これも藤、このようにね、思いっきりこれを見ながら描いたんですが、華やかですよね。ぜひこのゴールデンウィーク前から咲きますのでお楽しみください。はい、マーガレットと、これはミニ版のカード、メッセージカード、忘れなぐさも楽しみました。はい、本日も楽しく書かせていただきました。ありがとうございます。また来週の土曜日に。